トヨタは、ダイナ一ン席系を一部改良し、2021年7月26日に発売しました。安全性能と環境性能が向上しています。ダイナの安全性能、環境性能向上。トヨタは、ダイナ一ン席系を一部改良し、2021年7月26日に発売した。今回の改良では、プリクラッシュセーフティー、 レーンデパーチャーアラートなどの安全装備を全車標準装備としたほか、ディーゼル車は平成28年、ポストポスト新長期排出ガス規制に適合。ディーゼル5速マニュアル車においては、平成27年度燃費基準プラス5%達成と合わせ、エコカー減税対象となり、環境性能も向上した。価格、税込みは、 256万6千円427万9千円。また、テックスメーカー完成特装車は、ベース車と同様の改良を施すとともに、パワーゲート車には、新たに垂直式を追加。価格、税込みは、415万8千円。